ボス行くぞー。スーパーマグネチックニューニューパート9でございます。ボス行くぞ。ほふる、ボスをほふりに行く。もう3分ぐらい倒しちゃったらすまんよ。もうそれでも動画上げるから。2面のラスボス、2面のボス、中ボスかな、2面ボスやっちゃいます。やっちゃいます。やっちゃうよまあまあまあ、小手調べね。団子食った。ほうほうほう、相手の出方が相手の出方が アーム強そうだな。露骨に強そうだな。あら、食らわなかった。とにもかくにも、あら、この状態で投げなくちゃダメだったのか。この手の状態の時はダメと、そういうことかな。おお、当たった。イエーイ。敵さん、そんな単純なプレイで勝てると。もうちょっとなんかないと。タップダンス踊ってますね。うん、まあ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 、まあ、分かった分かった、大体分かった。一発でクリアできないのちょっとカッコ悪いけど、できなかったことについてはカッコ悪いなと思うけど、でももう大体分かったよ。要はあの一発攻撃してきた時に上から降ってくるやつらを捕まえるんだけど、2匹落ちてくるから一匹残したらいけないんだな。要は、もういいよ、君の手の打ち合いも読めて。そしてその箱の小さい箱になった時だけしか攻撃が当たらないことも分かった。さあ、いや、さあやっていこう。処刑の時間だ。この時大事。焦ったな。後ろだよ。これでいいんだ。これでいいんだ。さあ、こい。こっちだ。がぜんこっちの方が。全こっちの方がもう2匹落とすところはミソだな。やっぱり1匹ならなんかそのまますぐ食えるんだけど、食えるつもカービィみたいな投げ方だな、これ。カービィ、星のカービィみたいな。こう、こういうこと。これでタップダンスを取り出すから、タップタップ。持ってても意味ないか、これじゃ。これラストじゃない？あれ？なんで？なんで？ちゃんと狙う。よし。これよく見ると右手だね。なんで右手なんだろう。
うまいよ。うまいけど、なんか食らったな。食らった？ダメージは打ってない。衝撃波がある。あの、ドスンと落ちた時の衝撃波がある。それで食らってる。これか。簡単そうに見えてそんなに簡単でもない。当たり判定という意味ではそれがないんだけど。2体いるってのは厄介だな。ちょっと今目論見とは外れたね。これやっぱ食らってるな。やっぱそれはないよ。衝撃波もダメージってのはないよ。なかなかまだなんか食らったな。今ダメージはどっかで。ちょっとそりゃどうだ。衝撃波はきつくないか。ジャンプで受けれたか。苦戦してる。打ってこい。ここまで進む。しかしもう団子がねえ。お団子がない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 。遅いよ。まあやっぱ当たってるな。衝撃波。次の一発なんだよな。これ衝撃波かわせなかったら終わりだもんな。どうしようどうしようどうしよう。避けたか。勝ったーか。勝ってない。まだある。これでこれで、もうちょっとだけあるんじゃ。もうちょっとだけあるんじゃ。そうだな。コメントに書いとこう。倒すのは何分からですみたいな。煩わしい手間が省けるでしょ。あげるだけは時間あげるよ。喋りながらもやってるんだから。そこはまあ、カットせずに行くけど。クリアするのはその一回だけだから。そこだけ見たい人は、そこだけの時間をお教えしましょうみたいなところがあるね。ところからねってことなんだ。その時間だけのやつでいいんじゃないか。クリアするとこだけで。でもクリアするとこだけの動画ってさ、驚きがないよな。敵の動きに対してさ、完璧に動いちゃうだろうから。外したな。カムヒア。やっぱ2匹まとめた方がいい。そして落ち着いて当てていく。焦らない。焦らず落ち着か、焦らず騒がず行こう。冷静に行こう。よーし。さあタップ来い。タップタップタップ来なさい。ちゃんと衝撃波をかわす。そして捕まえる。食べる。どうですこの完璧なプレイング。ちゃんと衝撃波をかわす。こうなった。外した。ここで外すのきついな。今のは確実に当てないと難しいな。このタップだわ。当たった。
確実に当てる。よし、もうこれラストの、ラスト団子だぞ。クイズになってる。よし、確実になってるぞ。これで終わりだろう。どうだどうだ。やったおお、あー、喜んでる場合じゃない。消えていく。ゴー、よっしゃーまあ10分ぐらいだしな。まあまあまあ、これぐらいで収まるんだからよしとしてくれやったね。もうただ次のステージに行けって終わったんだからもういいだろうみたいな感じで。次は、どこっちがさ、降りれん。さっき最初のやつがさっきのやつで、最初のやつがさっきのやつで手を絡んだ。今見たやつがジャングルのやつが1面で、レゴブロックのやつが2面で、これが多分3面だ。ウエスタン、ここですね。ウエスタン、どこから入るんだろう。これはじゃあはい入りましたということで、ウエスタン、次はウエスタンからです。パート10かな、パート10ウエスタンから始まりますので、そこのとこよろしくお願いします。セーブしとこう、ポチッとな。ほんなまた次の動画でお会いしましょう。ほんなまた。